どいよ、ガチャ。泣いてるだろ。ヒーロー気取りか、デク。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。すみません、電車が。会社に着くのはいつになるやら。来るんじゃねえ。誰戦ってます。森林カムイ。キツバク。キャニオンカノン。城への警備、悪意からの防衛、たちまち市民権を得たヒーローは。いや、大きさ八歳か、それか。おいおい、メモってヒーロー志望かよ。いいね、頑張れよ。はい、頑張ります。今から進路希望のプリントを配るが、みんな大体ヒーロー化志望だよね。俺はトップヒーローとなり、必ずや高額納税者ランキングに名を刻むのだ。こらデク、ボツ個性どころか無個性のてめえが。それにそのやってみないと分かんないし。何がやってみないとだ。記念事件か。強盗だ。やるか。捕まえられるもんなら捕まえてみな。今朝の事件、ニュースサイトのトップだ。早く帰ってノートにまとめなきゃ。話はまだ済んでねえぞ、デク。イドリア。いいだろ、返してよ。ひどい。というわけで一応さ、遊泳受けるな、ナード君。餌じゃないよ、バカ。それは古い動画。もう大丈夫。なぜって、私が来た。諦めた方がいいね。このレントゲンを見て分かる通り、リズク君には関節が2つある。この世代じゃ珍しい。何の個性も持ってない方だよ。お母さん、僕もなれるかな。ごめんね、イズク。ごめんね。Mサイズの隠れ蓑の。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。落ち着いて。私が来た。しかし君のおかげさ、ありがとう。ナンバーワンヒーロー、オールマイト。あ、そうだ、サイン、サイン、サイン。リアル。じゃあ私はこいつを警察に届けるので、液晶越しにまた会おう。待って、まだ聞きたいことが。No! 待たない。ごめんね、イズク。ごめんね。確かにそうかもしれない。あなたみたいになれますか。オールマイトとの出会いが、この奇跡が